そらもう危ない。ヤッハッハ、今は高専ですか、まあ、それが大人になるっていうことですよ。圧倒的成長。あぶ、いや、そんつながりでも出ないでしょ、樋口に配信で俺のが。それだから俺が俺の過去のことを知ってる人が話したってことでしょ多分。そうだね、格ゲーマーに、まあ、ちょっとそのプロレス的なところもあったしね、昔の方が そっちの方が面白いみたいなところは絶対あったんですよ。その強い勝ってるやつはやっぱりそういう風に振る舞った方が面白いっていうのは絶対あったんですよ。まあそれはあったと思う。そのまあ素で不損なのはもちろんあんねんけど、そういう側面もあったと思うね。やばい、強いよ強いよ。あぶれ、うらーしゃい、うえー、まあ、特にやっぱ地方のね、やっぱり対抗意識っていうのは結構やっぱり大事だと思ってたけどね。そこやっぱりある程度意識してないとつまんないでしょっていうのは、まあ、かなりあったね。ハイダイさんは格ゲーで壁を感じたことは？あー、壁ね。お、壁ってでもないのかな、挫折的な。だから深い話やね、深いテーマやね、それは。壁ってでもないのかな。まあでもそういうのは日々感じるんじゃない、格ゲーをやってて日々感じて、じゃあどうするかを考えるのが格ゲーかなと思うけどね。うわあ、あー負けるか、くそー。あ、スパークして抜けられんねや、へえ。そうね、バーチャなんてもちろんそうやしね。まあどんなゲームでも、もう日々壁だらけですよ。うわうわうわ、あやな、フラグに無双されてる。そうだね、課題クリアするなり、クリアしないなりして、まあ今の自分があるって感じですね。うわはは、うまい。ケツ、まあどういう風に格ゲーとね、格ゲーやっていいかとかもろもろ含めてのあれなんで、うわー発動しなかった、おいしい、いやー掴んでよかったかな。
梅崎って言ったよね。いやでもその布団話気になるな。いやその俺がメディアに出てる範囲の布団なんやったらまあ別に全然あれないけど、あやばい、ゲーセン時代の布団話とか出てたらちょっと面白いな。身内的な、やばいやばい、あーくそ。でもなんかそういう意味ではほんまあれやね、来週のセーバーのイベントとか、まあ、チャリティーで解説でまあやんねんけど、やっぱセーバー勢の人とかと今でもやっぱ絡めるっていうのはやっぱかなり感慨深いね。そのやっぱセーバーで攻撃取る前と取った後って俺の中でも全然違うから、その前から要するに俺がまだその格ゲープレイヤーとしてそのまだなんていうかな、売れてない頃っていうか、まあみんなが知らん前から知ってる人らやからかなり貴重やね。やっぱりそれ以降はまあなんかもう強いやつっていうか有名な、まあ、闘技買ってるから人としてみんな俺と基本的に接してたけど、セーバーズは違うからね。うわぁ、それでは佐古さんもまあそうか、今残ってるプロでいる中では。いやー OK、 昔からの知り合いの人はかなり多いね。ほとんどそうじゃないかな、ダラさんとか高橋さんもそうやし、熱田さんもそうやし、中西さんもそうかな、まあ、大阪の、あ中西さんちゃうかな、まあ、大阪のセーバー勢は大体そうですね。まあ、大体は言い過ぎか、うん、まあダラさんとか高橋さんとかかな。えい、うらっ、あっちか、まあ、特にダラさんはほんまにかなりお世話になったんで、ダラさんのおかげで闘技優勝できたと言っても全然過言ではないぐらい。そうはね、やっぱ当時の闘技優勝ってほんまにすごい、格ゲー界で一番名誉あることやったから、やっぱりあれの前と後じゃもう全然違うね。あれでかなり人生がやっぱ変わったね。いまだに言われるぐらいからな。うわあ、やっぱ大会の箔っていうのかな、やっぱあるからね。まあ、その実際そのセーバーの闘技優勝すんのとスト5のプレミア大会勝つのやったら後者の方が多分もう超難易度高いと思うねんけど、でやっぱりそのスト5でなんだろう、あのフランスのプレミア大会優勝しましたよねみたいな言われることってまずないから、やっぱそのなんだろうな、そういう箔がつく大会やっぱ勝ってるっていうのはまあ大事なんやなと思うよね。いやー違う、
攻撃とかも、よ本線出てるだけで、CC 本線出てるぐらいの感じやからね。当時のまあ強さレベルでいうと相当強くないと出れない。いてめくってる。あーなんか出ちゃった。うえ、そうだね、年に1回それに向けて予選があってっていうね。あぶれあぶれ、これは超超有利けど火力あるからな。よし、あーあー、でも死んだかも。あ、死なんよな、さすがに死にませんよな。死には、あぶねー。